自分の設計した、ヨアップ腹を着用したウィリーポスト、ウィリーポストウィリーポストは、アメリカ合衆国の1930年代の飛行家、世界一周飛行などで有名になった、赤岸のパイロットである、軽機飛行装置を初めて長距離飛行へ応用したほか、ヨアップ腹を世界で初めて使用するなど航空技術の開発を行った。1935年、ポストは、アメリカ西海岸からロシアへ至る、 クール開拓に興味を抱いていた。資金不足から彼は2機の飛行機から部品を寄せ集めて飛行機を作った。エクスプローラーの羽はオリオンよりも1.8メートルほど長かったのでその点は有利だった。ただしエクスプローラーの主翼は着陸用車輪を引き込めることができず。この設計は水上機向きであったのでアラスカやシベリアの湖に着水する目的にも 合致していた。ロッキードは彼の要求をきっぱりと断った。なぜならこの二つの機体の特性を両立させることは無理で危険だと考えたからである。しかし彼の考えを変えることはできなかった。彼の友人のコラムニストとして有名なウィル・ロジャースはしばしばカリフォルニアの空港の飛行機修理業のパシフィックエモティブ社に彼を訪ねてアラスカウトンで 新聞コラムのネタを提供するように依頼した。ポストは発注していた飛行機用のフロートが届かなかったので別のより大きな飛行機用に作られたフロートを組み付けた。この年の7月にテスト飛行を実施し8月初旬にはポストとロジャースは飛行を開始しシアトルを離れアラスカに何箇所か着陸した。ポストが飛行機を操縦しロジャースが タイプライターでコラムを書いた。そして、アラスカのフェアバンクスを離れる前に、サウスコースとコリントヨットクラブのペナントにサインを書いて郵送した。この署名入り三角機は、カリフォルニア州マリーナ、デルレーのサウスコースとコリントヨットクラブに展示されている。8月15日、フェアバンクスからポイントバローへ向けての飛行で、あと、 ほんの数キロメートルで悪天候から飛んでいる位置がわからなくなり方向を聞くために湖に着水した。離陸の時に低高度でエンジンが止まり低速度では機種の重い機体を操縦できなくなって湖に突っ込み右翼が折れて機体は浅い湖で裏返しとなった。二人とも即死だった。ありがとうございます。